掲示板のお知らせ見たううんまだ何か面白そうなイベントあったうん来週交流会があるんだって一緒に行ってみない交流会かうんマリアムさん日本人と友達になりたいって言ってたよね大学生も来るって書いてあるしとてもいい機会だと思うようーん 行ってみたいけど、どんなことするの？バーベキューとかゲームとかを一緒にしたり、生活の役に立つ情報を教えてもらえたりするらしいよ。ふーん、新しい友達ができたらラッキーだし、行ってみようよ。そうだね。じゃあ行ってみようかな。そうだよ。行こうよ。定員があるから行くならできるだけ早く申し込んだ方がいいらしいよ。そっか。じゃ。 行くかどうかできるだけ早く決めるね。明日からのお天気はどうですかはい。金曜日は一日中いい天気になりそうです。青空が広がるでしょう。日中は今日より4度高く、最高気温は25度の見込みです。汗ばむ陽気になりそうです。 洗濯日和になりそうですね。そうですね。夜もきれいな星空が見られるでしょう。土曜日の天気は晴れのち雨になりそうです。午前中は前日の天気が続いて青空が見られますが、夕方から日曜日の朝にかけて雨になりそうです。お出かけの方は傘があった方がよさそうですね。はい。折りたたみ傘があると便利でしょう。続いて日曜日のお天気です。 日曜日の朝も雨が続くでしょう。日中のお天気は曇り時々雨。気温は平年並みの予想ですが、風が強くなりそうです。夜は肌寒く感じるかもしれません。そうですか。お帰りが遅くなりそうな方は、上着があったほうがいいですね。はい、そうですね。はじめまして。こんにちは。 中国の北京から参りました。ワンファと申します。ワンファのファは中華のカです。友達からワンさんとかハナちゃんと呼ばれています。皆さんもよかったらハナちゃんと呼んでください。日本に来て1年半になります。インターネットで日本人の友達ができたことがきっかけで、日本や日本語に興味を持つようになりました。 人からはしっかりしていると言われますが、実はおっちょこちょいです。忘れっぽい性格で、よく物をどこに置いたかわからなくなります。大切なものでもよくいろいろなところに置いてきてしまいます。趣味は料理です。日本の料理も習いたいと思っています。日本に来て、タイ人の友達ができて、タイ料理にも興味を持っています。 映画やドラマを見るのも好きで、特に明るくてハッピーになれるストーリーのものが好きです。映画やドラマが好きな方、後でおすすめを教えてください。今日は桜市にあるレストラン、オランジに来ています。こちらのランチは人気があるそうで、見てください。 私の後ろ、たくさんの方が並んでいます。あ、今やっと中に入れます。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。こちらメニューです。ありがとうございます。あ、今週のランチが書いてあります。あ、ランチのメイン料理は曜日によって変わるんですね。あ、今日のメインは 春野菜と鶏肉のグラタンと人参サラダ。いいですね。あ、すみません。はい。今日のランチを一つお願いします。はい、かしこまりました。お待たせいたしました。どうぞ温かいうちに召し上がってください。パンは無料でおかわりができます。あ、ありがとうございます。パンは食べ放題なんですね。 このグラタンとサラダとスープ。ああ、みんな美味しそう。あの、このランチのお値段は600円です。え、600円ああ、量の割に値段が安いですね。こちらで使っている野菜などは、全部シェフが自分で作っているので、安い値段にできるんです。そうですか。これはお得ですね。では、 いただきますうん野菜が新鮮で美味しいです人気があるのがわかりましたここは桜駅からいらっしゃいませ皆さんこんにちは今私は若葉駅から歩いて10分のところにある定食屋ときに来ています 見てくださいこちらの店内素敵ですねこちらは時輪の店長の鈴木さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速お料理を紹介したいと思いますこちらははい当店の人気メニュー今日の新鮮お魚定食ですうわあ美味しそうですねいただきます こちらの魚は毎朝市場で買った新鮮なものを使っているのでその日の魚によってメニューの内容も変わるんですへえ<ー>今日の魚は鯛なんですがいかがですかうーんおいしいですこの鯛は焼いてあるんですねはいそうなんです焼いてから醤油と砂糖でさっと煮てあるんですこれ 白いご飯の上にのせて食べてもいいですねはいタイが温かいうちにご飯の上にのせてお茶漬けにして食べてもいいんですよあ、ご飯はおかわりが自由にできるのでどうぞうわあ、それは嬉しいですね今度、国から友達が来るから 一緒に焼肉の食べ放題に行こうと思ってるんだけど、どこかいい食べ放題の店知らない？焼肉の食べ放題、あ、モモ BBQ なんかいいんじゃない？モモ BBQ？うん。柳駅の近くにあるんだ。焼肉だけじゃなくてサラダとかデザートとかも食べ放題なんだよ。うんうん。食べ放題の時間が70分で決まってるからあまり待たないと思うよ。そうなんだ。 駅からどのくらい歩いて5分くらいかな高いそんなに高くない1500円あお店のホームページにクーポンがあるから持っていくと安くなるよありがとうなたぽんさんはいつもどうやっててお店の情報を探してる友達に教えてもらったんだけどぐるぐるというサイトでいろいろなお店が探せるんだよ場所や食べたい料理と 予算を入れて検索すると、たくさん店が出てくるんだ。それを見て比較できるようになってるよ。へぇー。それに、口コミといって、そのお店に行った人のコメントもあるから、それも参考にするといいよ。美味しかったとか、お店のサービスが良かったとか書いてあるよ。そうなんだ。面白そうだね。後で見てみる。 すみませんいかがですかちょっと裾が長いので短くしてもらえませんかはいかしこまりましたあのどのくらい時間がかかりますかそうですねいつもは1時間くらいなんですが今日は混んでいるので2時間ほど待っていただいているんですが2時間ですかじゃあ今3時だから5時になるということですねええ 5時以降になりますそうですかあのちょっと急いでいるので4時頃に受け取ることはできないでしょうかお急ぎの時には特別料金をいただくことになっているんですがあ、いくらですか特別料金は200円いただいていますそうですかじゃあお願いします 日本ではお正月に福袋が売られると聞いて私は楽しみにしていました。5000円の福袋だったら5000円以上の品物が入っていてとてもお得です。今年のお正月私は以前雑誌で見たブランドの服の福袋を買いに行きました。1時間並んで5000円の福袋を買いました。 中にきっといいものが入っているはずだと思って急いで家へ帰りました。開けてみるとフリーサイズだと書いてあったのにサイズが全然合いませんでした。デザインも高校生ぐらいの人向けで私が好きなデザインじゃありませんでした。私が買った服をルームメイトが見て欲しいと言ったので全部あげました。 日本人の友達にこの話をしたら福袋を買った後で他の人と中身を交換する人たちもいると言っていました。来年は私もやってみようと思います。ねえ一週間ってあっという間に過ぎちゃうよね。何かしようと思っているだけで終わっちゃう。 僕もそうだよちゃんとしようと思うんだけどだらだら過ごしてしまうんだマルコさんはどう僕はね金曜日の夕方いつも同じ喫茶店に行って一人でコーヒーを飲みながらこの一週間いつ、どこで何をしたかを振り返ることにしているんだこれ結構いいよへえ、そんなことしてるんだうん前の週を振り返ると次の一週間を どういうふうに過ごしたらいいか頭に浮かんできてねそしてそれを手帳にメモしておくと役に立つんだへえ<ー>それに一週間を振り返ることで気持ちが落ち着いてまた次の一週間頑張ろうって思うんだいいね僕もやってみようかな私は将来 パティシエになりたいと思っています。日本には美味しいケーキ屋さんがたくさんあるので、日本にいる間に色々な種類のケーキを食べて味を覚えておこうと思います。週末はできるだけ色々なお店に行って美味しそうだなぁと思ったケーキを食べることにしています。ケーキの写真を撮って味の感想をメモします。時々お店の方に作り方を聞くこともあります。 そんな方法で勉強するのはとても楽しいです。今まで20くらいのお店に行きました。集めた情報は私にとって大切な宝物です。これからもいろいろなお店に行ってみようと思います。 ワンさん何か習い事をしてるって聞いたんだけど何をしてるの日本の太鼓を習ってるんだへえー、太鼓面白いうん面白いよアニルさんも何か習い事したいと思ってるのうんそうなんだせっかく日本にいることだしワンさんみたいに日本でしかできない習い事がやれたらなと思ってるんだよかったら どんなことをしてるか教えてくれないうん、いいよだったら一度私と一緒に行かない実際にやってみればよくわかるよえー、やってみるってでも楽器ってやったことないし僕には難しいんじゃないああ、大丈夫だよ誰でも最初は難しいから心配しなくていいよそっか、いつ練習してるの毎週土曜日の午後 公民館でやってるんだ先生が丁寧に教えてくれるようん。どんな人が習ってるのいろいろだよ若い人もお年寄りも私みたいな留学生もいるよへえ。面白そうだねじゃあ今週の土曜日に行ってみようかなワンさんよろしくお願いしますはい あのー、貸し出しカードを忘れてしまったんですが、今日は借りられませんか何かご住所やお名前がわかるものをお持ちですかそれがあれば借りられますが何かあるえっと、住所と名前ですかええ、カードがない場合、ご本人かどうか確認することになっていますので例えば、保険証とか学生証とか ご自宅に届いた郵便物でも構わないんですがいいえ今日は何も持ってないんですそうですかすみませんがご住所が確認できないことには貸し出しはできないんですよそうですかわかりましたじゃあまた明日来ますあの。 来月会議室を借りたいので予約をしたいんですが利用者登録はしてありますかあ、いえまだなんですが施設を利用する場合は利用者登録をしていただくことになっているんですこちらの申込書に記入してくださいはい、わかりましたあ、利用する人全員の連絡先を書かなければなりませんかいいえ、代表の方だけで構いませんよじゃあ西川さんの連絡先だねうん そうだねこれでいいですかはいそれからご本人かどうか確認できるものをお持ちですかえーと運転免許証ならありますええ結構ですはいでは登録終了ですそれではこの予約の申し込み書に希望の日にちと時間を書いてくださいはいこれでいいですかはい 六月二十日午後三時から五時ですね。その日は。他の予約は入っていないので、大丈夫です。使用料は二時間で三百円ですので。当日窓口で支払ってください。はい、わかりました。あ、まただ。 本当にうるさい、ねうんこんな夜遅くにうるさくて勉強できないよ静かにしてくださいって言いに行こうかなもう遅いし今日はやめた方がいいよ明日管理人さんに話してみようよそうだねはいああアンナさん おはようございます。あのー、あのー、ちょっとご相談したいことがあるんですがはい。どうしたんですか実は毎晩隣の203号室から大きな音が聞こえてくるんですゆうべも勉強しようとしたら大きな音が聞こえてきたのでそれは困りますね 音楽を聴いているみたいなんですがそうですか勉強にも集中できないので夜は音を小さくしてほしいんですできたら管理人さんから話していただきたいんですがわかりましたじゃあ私から話してみますねすみませんよろしくお願いします家の近くに公民館があります そこのロビーは誰でも入ることができるので、時々学校から帰る途中、寄ってみます。ソファーに座ると、広い窓から公園の緑を眺めることができます。また、ロビーをギャラリーとして使っていて、地域の人たちの作品が展示してあります。そこは暖かい雰囲気で、私にとってホッとできる場所です。2階にはパソコンが置いてあって、 インターネットを利用したり DVD を見たりできるようになっています。それに卓球ができる部屋もあってラケットを借りて誰でも卓球が楽しめます。私も時々地域の人と卓球をしています。気軽に利用できる施設が近くにあるのはとても便利です。近くにある公民館に一度行ってみてはどうでしょうか はい文化センターですすみませんそちらへの行き方を教えていただけますかはいどちらからいらっしゃいますか桜駅から行きたいんですがそうですか桜駅からは歩いて10分ぐらいです駅の北口に出てください北口ですねはい駅を背にしてスーパーと本屋の間の道をまっすぐ歩いてきてください 100メートルぐらい進むと交差点があります。はい。角にデパートがある交差点です。その交差点を渡ると、その先に川がありますから、橋を渡ってすぐ左に曲がってください。橋を渡って左ですね。はい、そうです。左に曲がって川に沿って200メートルぐらい歩くと、右に灰色の建物が見えてきます。 それが文化センターです斜め前にはコンビニがあるのですぐわかります灰色の建物ですねわかりましたありがとうございましたはい桜図書館ですあのそちらへはどうやって行けばいいでしょうかはい桜駅の北口を出て 駅を背にして、右斜め前の道を進んでください。本屋と銀行の間の道です。本屋と銀行の間ですね。はい、そうです。その道をまっすぐ行って交差点を渡ると、その先に橋があります。その橋を渡ってください。はい。そうすると、またすぐ交差点があります。そこを右に曲がって、 次の角を左に曲がります。映画館のある角です。はい。まず右に曲がって、映画館のところを左ですね。はい。そのまま150メートルぐらい歩くと、突き当たりにあります。突き当たりですね。わかりました。ありがとうございました。 ただいま、東海地方で震度5弱の強い地震がありました。念のため、地震による津波に警戒してください。まずは落ち着いて身の安全を確保してください。先ほど午後1時55分に東海地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は静岡県沖50キロ。 震源の深さは20キロマグニチュード5.6を記録していますしばらく余震が続く恐れがありますので注意してください大型で強い台風5号が現在四国の南の海上を北上しています今夜にも四国に上陸する恐れがありますその後進路を変えて徐々に 関東甲信地方に近づく見込みです今回の台風は動きが遅いために長い時間雨が続く恐れがあります関東地方で明日の夕方までに降る雨の量は300ミリに達する見込みですまた明日の夜以降もさらに雨が降り続く恐れがありますので警戒が必要です海や川へは近づかないようにしてください以上台風情報でした お客様にお知らせいたします。お急ぎのところ大変申し訳ございませんが、先ほど発生した地震の影響で、ただいま電車の運行を見合わせております。運転再開までしばらくかかる見込みです。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしますが、今しばらくお待ちください。 はい、グリーンマートですもしもしワンと申しますが店長の青山さんはいらっしゃいますかはい私ですがあの今日3時に面接のお約束をしているワンですああ留学生のはい実は電車が止まってしまって3時には間に合いそうにないんですがああそうですか今駅にいるんですがさっきの地震の影響とかでいつ動くかわからないんです

急いでいたので、その時はそんなに痛いと思わなかったんですが、時間が経つにつれてだんだん痛くなってきたんです。私は中学生の時、ハイキングに行って斜面を滑り落ちたことがあります。雨上がりの山道で帽子が風に飛ばされて、それを取ろうとしてバランスを崩してしまったんです。気がついたら、 斜面を滑り落ちていました。木にぶつかって止まったんですが、手や足をすりむいて血が出てしまいました。とても痛くて、しばらくうずくまったまま動けませんでした。雨の後だったので、全身泥だらけになりました。その時は一緒にいた人に助けてもらって、無事元の道に戻ることができましたが、一人だったらと思うと、今でも怖くなります。 沖縄の建物についてご説明します。沖縄の夏は日差しが強くてとても暑いですから、写真のように軒を長くしてあります。また、沖縄は台風が多い地域です。そのため、伝統的な沖縄の家では、台風に備えて家の周りを石の塀で囲んであります。屋根の瓦は強い風で飛ばないように、 漆喰と呼ばれる白いセメントのようなもので固めてありますしかし最近では伝統的な家に変わって鉄筋コンクリートでできた家がほとんどです北海道では11月の初め頃から雪が降り始め数メートルも積もるところがあります雪は積もると大変重いため 北海道の家の屋根は、雪のことを考えて作られています。屋根は金属でできていて、瓦はありません。雪の重みで瓦が割れてしまうからです。雪が滑り落ちるように、屋根の傾斜を急にしてあります。しかし、最近では、積もった雪を落とさず、屋根の上で溶かす工夫をしているので、屋根が平らになっている家もあります。 レアリーさんどうしたの元気ないね。うーんなんだか最近体の調子が悪くって。え、大丈夫うーん、それに食欲もなくて。冷たいものばかり飲んでいるんじゃないうーん、暑いから。それじゃあ体調を崩すよ。きっと夏バテだね。暑い時こそスープのような温かいものが体にいいんだよ。 暖かいものね。そう。それに、日本では夏の食べ物として、うなぎをよく食べるよ。うなぎは栄養があるからね。夏はうなぎに限るって言われてるんだよ。へえ<ー>。私のふるさとは、群馬県の前橋というところです。群馬県といえば、 空っ風と呼ばれる強い風が有名です。北西から吹いてきた湿った風が山にぶつかり、日本海側に雪を降らせます。それによって乾いた風は高い山を越えます。これが空っ風です。この風は強くて、自転車に乗るのも大変です。夜、風の音で眠れないこともあります。 この強いい北風風を利用してて力発電が行われていますまた2月には大きなタコ揚げ大会があって畳25枚分の大きなタコが揚げられ毎年ニュースで放送されていますこんにちはこんにちは。こんにちは 今日は空いてますねあの鈴木さんはフリーマーケットって興味がありますかえ実は今度桜公園でフリーマーケットがあるんですそれに参加しようと思っているんですけどへえ<ー>。来週の日曜日なんですけどもしお時間があったら鈴木さんにも来てもらえるかなと思ってああチラシをもらったかも このフリーマーケット100ぐらいのお店が出るんですよ中古品にしてはいいものがあるって評判なんですへえ、そうなんだしかも売り上げの一部が解除券の育成のために寄付されるんです例えば300円の T シャツなら1枚につき30円の寄付ができるんですああ、いいねあでも雨だったらどうなるの あ、その時は朝7時にホームページで延期のお知らせがありますそうなんだじゃあ行ってみようかなあありがとうございますじゃあここで15分休憩しましょうあなたはさっきイランから来たって言ってたけど。 イランから日本までどのくらいかかるのえっと飛行機で14時間くらいかかりますへえぶん遠いところから来たもんだねはいお二人とも留学生なんですかはい、はい、偉いよねこうやって自分から参加するのは大野さんはどうしてこのイベントに参加されようと思ったんですか僕 会社を定年退職してから何かやらなきゃと思いながらもただ時間ばかり過ぎてしまっていたんだよ、はあうちのかみさんが毎日楽しそうにどこかへ出かけるのを見るにつけ羨ましくなっちゃったねたまたま市のお知らせでこのイベントのことを知って参加してみようかなと思ったわけそうだったんですか来てみたら人が多くてびっくりしたよこんなに多いんじゃ 同じグループの人の名前さえ覚えられないよ大丈夫ですよこのイベントの準備って3ヶ月ぐらい続きますからねええー、ええっと近藤さんでしたよね高校生はいそうっす緊張しなくても大丈夫よみんな初めて会ったんだし緊張っていうか自分ちょっと人見知りする方なんで まあ、だんだん慣れるよ男同士頑張ろうな君も一緒になあ、はい <laughs> じゃあ、今日はイベントのポスターを描いていきましょう絵が上手な人、いますかあ、ナタポンさんが上手ですよじゃあ、描いてもらえますか はいじゃあよろしくね近藤くん手伝ってあげてはいじゃあ二人でこの紙に大きな木を描いてねはいペンはいおお、上手なもんだ僕は絵は空きしダメでね簡単な話さえうまく描けないんだよえそうなんですか 大野さん、こっちを手伝ってくださいはいはいあの、すみません、お名前なんて呼べばいいですかあ、タクでいいっすよタクさんいや、本当はタクやって言うんすけどみんな自分のことをタクって呼ぶんで。で、そちらは私ナタポンと呼んでください ナタポンさん、何歳ですか。え、あ,あ、二十三です。え、自分より六個上っすね。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。私は夏休みに一週間静岡県へホームステイに行ってきました。静岡県まで電車で行きました。夏休みなので。 電車が混んでいるんじゃないかと思っていましたが、予想に反して空いていて、ゆっくり景色を楽しむことができました。駅に着くと、ホストファミリーが笑顔で迎えてくれました。ホストファミリーは私にたくさん話しかけてくれましたが、最初の頃は緊張してうまく話せませんでした。でも、いろいろなことを一緒に体験するうちに、だんだん親しくなりました。 着いた私のふるさとは山に囲まれたところなので、初めて広い海を見て感動しました。ホストファミリーと一緒に海で泳いだのはいい思い出です。また別の日はホストファミリーのおばあさんの畑へ行って仕事を手伝いました。80歳なのにおばあさんは 歩き方からして若々しくて驚きました。大きなスイカを持ち上げてトラックまで運んでいました。仕事が終わった後でみんなでスイカを食べました。甘くて美味しかったです。帰るときは本当に悲しく涙が出てしまいました。帰ってからしばらく経ったある日、ホストファミリーから荷物が届きました。中に おばあさんが作った野菜と、孫の裕太たくんが書いてくれた私と家族の絵が入っていました。日本の家族ができたような気がしました。ホームステイに参加して本当によかったです。あの、店長、今よろしいですかああ、ローハンさん、どうしたの 来月のシフトのことなんですが来月のシフトはいすみませんが来月1週間アルバイトを休ませていただけませんか実は国から家族が来るんですああそうそれでいつからいつまで ?23 日から30日までなんですがえ月末うーん忙しい時だねああ すみませんでもみんな日本語がわからないものですから私が案内しなければならなくてその間私の代わりに田中さんが入るって言ってくださっているんですがああそうかじゃあ大丈夫だね分かったありがとうございますご迷惑をかけてすみません ああ,あ,あ今日は大変だったんだよラストオーダーのあとで追加の注文をするお客さんがいてへえそうだったんだそれでどうしたのラストオーダーだって僕が言いに行った時にはそのお客さん「はーいもう注文ないよ」って言ったくせにそんなこと言ってないって生ビールを追加で注文したんだよへえ大変だったね注文を受けたせいで店長にも注意されちゃったんだ断れなかったの そりゃあ断れないよそうですよね無理に決まってるよお客さんを怒らせたら大変だからねま、お客さんは喜んで帰ってくれたけどうん、でも受ける前に店長に聞けばよかったかもねうーんうん、でも この間僕も店長に怒られたよえ、なんでこの,間の金曜日店が忙しくていつもの時間にホールの掃除ができなかったんだけどああ忙しかったですよねそしたら店長に「なんで掃除してないんだ」って怒られたんだこっちはこれから掃除しようって思ってたのにああそれは小林さんのせいじゃないよねだろう注文を取りに行くのが遅くなればお客をイライラさせるし ホールの掃除が遅れれば店長に怒られるしたくも本当大変だよねいつも店が空いたらちゃんと掃除してるのに店長見てないんじゃないかな見てないくせに文句ばっかり言ってまあ飲もう私は人に好きだという気持ちを伝えるときには その人に会って直接言います。顔を見て伝えると、相手の様子がよくわかるからです。確かに、直接言うのはとても緊張しますが、電話では顔が見えないし、メールや手紙では声も聞こえないので、相手の本当の気持ちがわかりにくいと思います。それから、もう一つの理由は、記録に残したくないからです。もし、メールや手紙で伝えたら、 相手のところに記録が残ってしまいます返事が NO の場合には相手のことを思い出すたびにその記録が消えたかどうか気になると思います会って伝えればよかったのにどうしてメールにしちゃったんだろうと後悔しないために直接言うのがいいと思います 軽くて便利な革製のバッグですご注文はフリーダイヤル0120-508-315 0120のこれは最高までおかけ間違いにご注意くださいえ ?0120 のこれは最高一体何のことあー電話番号の508-315のことを言ってるんだよ えどうしてさっきフリーダイヤルの番号を言ってたでしょうん0120の後の508の315の覚え方のことだよここに数字を書くねほら見てこの数字の508の0は「0」とも読むから初めの文字を読むと「これは」になるでしょうんそこから「これは」になるんだよ へえ、そうなんだそれで後ろの数字何だっけ ?315 だよ 35? <後> <laughs> 違う違う最後なんてイメージ悪くないコマーシャルだからイメージ良くしないとだから5をこうって呼んでつまり最高になるっていうわけだよそっか面白いね高校の時 いろんな数字を覚えることが多かったけど数字を言葉にして覚えたら楽しかったし覚えやすかったよ皆様毎度ご来店ありがとうございます本日は二十九日肉の日でございます豚肉牛肉鶏肉すべての肉が大変お安くなっております 皆様どうぞご利用くださいませああ、今日は肉の日だから肉が安いんだ今日のご飯は焼肉にしないいいね、じゃあたくさん買って帰ろうねえ、でもなんで今日は肉の日なのあそれはね、29日だからだよえほら、2と9で肉って読めるでしょ へえそれで肉の日になったっていうわけ面白いねそうそうあそうだ8月29日は「焼肉の日っていうポスターを見たこともあるよあ分わかった8は8つだからピンポーン正解8つの「矢と「肉で焼肉,焼肉 <laughs> 面白いね 私は学校で習った表現をすぐに使ってみたくなります。でもよく使い方を間違えて失敗します。実は昨日も学校で習った顔が広いと顔が大きいを間違えて顔から火が出るほど恥ずかしい経験をしました。日本では顔が大きいは失礼な表現です。それなのに昨日、いつもお世話になっている方に お顔が大きいですねと言ってしまいました。私の言葉を聞いてその方は驚いた顔をして黙ってしまいました。私はすぐに気がついて必死で説明しました。その方はすぐにアハハと笑ってくれましたがもう少しで怒らせてしまうところでした。本当に恥ずかしくてたまりませんでした。 これからは気をつけなければと思いました。日本語を使うのは難しいですが、これからもいろいろな表現を使ってみたいと思っています。先生、日本語には男言葉と女言葉がありますよね。 私は日本の女の人の話し方が優しくて好きなんですけど、電車の中とかで聞く女子高生の言葉って、ちょっと男の子みたいですね。そうですね。最近は男女の言葉遣いの違いがなくなってきていますね。でもその高校生たちも、いつも男の子みたいな話し方をしているわけではないと思いますよ。そうなんですか。目上の人や、 あまり親しくない人には丁寧に話していると思いますよああ私のバイト先でもみんな店長には丁寧な言葉で話してますね私も店長や先輩には丁寧に話そうと思って自分のことを私って言ってたんですでもこの間先輩から僕たちと話すときには自分のことを私って言わなくていいよって言われたんです確かに会社なんかでは 私を使った方がいいですけどアルバイト先の先輩がそう言うんだったら私は使わない方がもっと親しくなれるかもしれませんねへー難しいですねそうですね意味の違いぐらいはすぐに覚えられても状況に合わせてその言葉を使い分けるのは難しいかもしれませんねでもそれがまた日本語の面白いところだと思いますよ 先生昨日テレビで女の人がおいしそうに何か食べながら「やばい」って言ったんですけどどういう意味ですかあそれ知ってるすごくおいしいって意味ですよねパークさんよく知ってますねバイト先のお客さんが時々言ってますから「やばい」というのはもとは「危ない」という意味だったんですよ。それが 都合が悪いというような時にも使うようになったんですね最初はマイナスのイメージだったのが最近ではいい意味でも使われるようになってきたんですすごくおいしいとかかっこいいとか若い人が使う言葉ですか今はそうですがだんだん多くの人が使うようになるかもしれませんね言葉は使われている間に変わっていくものですからうーん例えば全然 という言葉は「全然おいしくない」というように後ろに否定の言葉がつくのが一般的ですね。でも最近は「全然いい」とか「全然おいしい」とか言う人も多くなりましたね。へえそうなんですか。面白いですね。 皆さん、はじめまして。名古屋城観光ガイドボランティアの太田と申します。これからの1時間、ご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。では、この名古屋城についてご説明いたします。名古屋城は、17世紀初めに徳川家康が建てた日本を代表するお城の一つです。名古屋の人々は、 このお城を大切に思い、誇りにしています。一度戦争で焼けてしまいましたが、天守閣は1959年に再び建てられました。屋根の上には、高さ約3メートルの金のシャチホコがあります。シャチホコとは、体は魚で、頭が虎の姿をしている動物で、雨を降らせる力があるそうです。 そのため名古屋の町を火事などの災害から守ると言われていますではあちらからお入りくださいみなさんこんにちはフレペの滝散策コースにご参加いただきありがとうございます 私知床自然ガイドの山川と申します。これからコースのご説明をさせていただきます。このコースでは約2時間の散策をお楽しみいただけます。見どころは何と言っても川がないのに滝が流れるフレペの滝です。崖を流れる水はまるで涙のように見えます。そして動物との出会いもあるかもしれません。 いくつかのご注意を申し上げます。この辺りは急に天気が変わる場合があります。皆さん、レインコートなどはお持ちでしょうか歩道は滑りやすいので足元にお気をつけください。また、クマが出ることがありますのでお一人にならないようにお気をつけください。途中にトイレはございませんのでこちらでお済ませください。では、 10分後にお集まりください。はい、レストランみやびです。もしもし、今日のお昼にそちらで食事をしたものなんですが、はい。そちらにカーディガンを忘れてしまったようなんです。カバンに入れたつもりだったんですが、なかったもので。そうですか。どんなカーディガンですか 色はグレーで、胸のところにペンギンのマークがついてるんです。どのあたりに座っていらっしゃいましたか窓側の奥の席です。椅子にかけたように思うんですが、もしかしたら下に落ちているかもしれません。わかりました。少々お待ちください。お待たせいたしました。こちらにございます。ああ、よかったです。どうしましょうか。 あ、実はそちらには旅行で行って今は帰りの新幹線の中なんですああ、そうなんですかすみませんが着払いの宅配便で送ってもらってもいいですかはいわかりましたではお名前とご住所を。 本日もつばめ鉄道をご利用くださいましてありがとうございますこの列車は特別急行サンシャインライナー3号緑ヶ浜行きです車内のご案内をいたします自由席は1号車から3号車まで4号車から7号車までが座席指定車となっておりますそのうち4号車はグリーン車の座席指定車です 終点、緑ヶ浜まで車内販売がございます。お弁当、お茶などを座席までお持ちしますので、どうぞご利用ください。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の新港には10時ちょうど。未来が丘、10時35分。終点、緑ヶ浜には11時25分到着予定です。 車内は全席禁煙となっておりますので、おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。また、携帯電話のご使用はデッキでお願いいたします。お席での通話はご遠慮くださいますようお願いいたします。なお、本日指定席は全席満席となっておりますので、自由席から指定席への変更は致しかねます。 あらかじめご了承ください私が印象に残っているのは四国の松山への旅行です旅行の数日前に台風が来ていたので天気が心配でしたが当日は幸運なことに雲一つない青空でした松山は夏目漱石が書いた坊っちゃんという小説の舞台になったところです 私は坊っちゃんを読んでからいつか松山にある温泉へ行ってみたいと思っていました松山駅について早速温泉に行くために路面電車に乗りました温泉は有名な観光地だけあってたくさんの観光客でにぎわっていました建物もとても立派で古い雰囲気に感動しましたワクワクしながら中に入ると 思ったより天井が高くてびっくりしました。ここが坊っちゃんに出てくるお風呂かと思って嬉しくなりました。温泉に行ったついでに地元の人に教えてもらった料理屋さんにも行きました。おいしいものもたくさん食べられて大満足な旅行でした。